ら。とっても上手にできたね。せっかくだから雪だるまさん、お家にご招待してあげようか。本当？でも雪だるまさん、お家の中だと溶けちゃわないかな。大丈夫。冷凍庫にお部屋を作ってあげましょう。そうしたら雪だるまさんとずっと一緒にいられるでしょ。やった、すごいすごい。さあ、お家に帰ろう。おはよう、お母さん。上手にできたかな。触ってみてもいいですか？そして私はあの青い瞳のイエティと出会ったのです。その日から私は夜になると毛布にくるまり、たくさん話をしました。学校での出来事や読んだ本の感想。イエティは冷蔵庫から少し身を乗り出し、ただじっと私の話を聞いてくれました。そんな日々を過ごす中で、私は少しずつ前を向いて歩いていけるようになっていきました。この資料の数値って…ああ、これはさ、先月のものになってるね。すみません。そうしてゆっくりと月日は流れていきました。起こしちゃったね。じゃあ学校行ってくるね。ただいま。あ、また寝てる。
丈夫だよね。苦しくない？ありがとう。私は小さくなったイエティをそっと抱き寄せると、そのまま二人で眠りました。朝目を覚ますと、イエティの姿はもうどこにもありませんでした。できた。私は19歳になりました。今は専門学校に通って絵の勉強をしています。おはよう。私もちょうど今出るところ。行ってきます。お父さん、早く早く。うん、よし、これで OK。 今となってはあれが現実だったのか夢だったのか私には分かりません。でも確かに私はあの時、あのイエティとの出会いに救われたんです。今あなたは冷たい冬の中で、春の芽吹きをそっと思う最中で、思い返せばなんだか眠いけど、焚き火の火は少し終わったようで、その傍らが落ちてたんだろう。拾い上げたらどうも温かいから、名前をつけてぎゅっと抱え込む。春の夢なら春ら
しまったようで、その傍らで誰かを待ってたんだろう。待ち合わせにはどうも遅すぎるから、まぶたを閉じてじっとしゃがみ込む。夢の芽吹きをやっと思うさなかで。